PNM は簡素な二次元ラスター画像形式の一つである。PNM は特定の一種類の画像フォーマットではなく、異なるカラーモードをサポートするための三種類の画像形式をまとめて呼ぶときに使われる総称である。これらの形式は、それぞれポータブルピックスマップフォーマット、ポータブルグレイマップフォーマット、ポータブルビットマップフォーマットと呼ばれ、 いずれも異なるプラットフォーム間でも高い互換性を保てる画像形式として開発されたものである。PBM 形式はプレーンテキストとして電子メールで受け送信でき、ASCII コードが捨てれた後でも使える画像フォーマットを開発する目的で1980年代にジェフ・パスキャンザーが考案した白黒日のビットマップ画像のデータ形式である。 PBM 形式の画像を扱うツールを開発するために、部分プラスというライブラリーが開発された。これは、PBM 提案者のジェフ・パスキャンザーによるもので、1988年にリリースされた。続いて彼は、PGM 形式及び PPM 形式を提唱し、それを扱うために拡張した部分プラスをリリースした。 プブンプラスは1991年12月10日までリリースが続いた。1993年にその時にはすでに開発が止まっていたプブンプラスの代替となるライブラリーとしてネットブームが開発された。これはプブンプラスに世界各地から寄せられた修正案を適用しまとめ直したものであった。現在 PBM、PGM、 PPM 形式画像を扱うライブラリーとして最も多く利用されているのはネトブームであろうと考えられている。各形式は色をどう表現するかという点で異なっている。どの形式でも最初の2バイトがマジックナンバーとなっており、ファイル形式とデータがテキストかバイナリ化を表している。その2バイトの最初は大文字の P で、その後に続く一つの数字が種類を表す。 テキスト形式のデータはテキストエディタなどで見るのも他の形式に変換するのも容易である。バイナリ形式ではファイルサイズが節約でき、ファイル中に空白文字がないため簡便な方法でファイルを解析できる。また、どちらの形式でも圧縮は行わない。バイナリ形式の時、1ピクセルは PBM 形式では1ビットで PGM 形式では8ビット。 または1 6ビットで PPM 形式では8ビット3または1 6ビット3で表される PPM 形式では赤、緑、青のそれぞれが8ビットまたは1 6ビットで表される不透明度や黒マキーはサポートされないラスター業に関して PPM は8ビット境界を持ち幅が8の倍数でない場合最後の8ビットには パディングのための不要なビットが含まれる。PGM および p p m は8ビット境界を持ち、他の多くの画像形式で必要とされる32ビット境界のパディングは必要ない。以下に PBM 形式の簡単な例を示す。P1 This is an example bitmap of the letter J600001000010 零零零零一零零零零零一零零零零零一零零零零一零零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 最初の P1 という文字列でこれが PBM 形式であることが示されている番号記号はその行がコメント行であることを示すその下の二つの数値はそれぞれ画像の横幅と高さを示す その後に、ピクセルの値が続く。各、ピクセルデータを表す数字の間には、空白があってもなくても構わない。通例1は黒を、例は白を表す。以下に、このデータが表す画像を示す。以下に、この画像を20倍に拡大したものを示す。PGM と PPM の各形式では、テキスト形式でもバイナリ形式でも、画像中に現れるピクセルの明度の最大値を、 画像のサイズの後に示す必要がある。p2 ショーズ・ザ・ワード・フィップ247 15 000000000000 000000 000000 000000 00333007770011111100151515150 00300007000011100150015 零3 3 3 0 0零7 7 0零零零1 1 1 0 11 11 11 15 15 15 0 1零零零1 5 1 5 0 0 3 0零零0零零零零零1零零零零零0 0零零零零零0 0零零零零0零零零零零1 1 1 1 1零零1 1 1 1 1 1 1 0零零5 0零零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 零このデータが示す画像は、 以下のようになる。P3。The P3 means colors are in a s c i 全3コリムズニローズ。全255フォーマックスカラー。全 RGB トリプリッツ。32。255。25500。02550.00255。2552550.255255255。000 25。 上のデータが示す画像 P6 では各ピクセルの R、G、B の各成分がこの順番でそれぞれ1バイトで表される。ファイルサイズはテキスト形式の1、2から1、4程度に小さくなるがデータを直接見てもわかりにくい。PBM、PGM、p、GM、p m 形式はデータの圧縮を行わないため圧縮を行う形式の画像と比べると ファイルサイズが大きくなる。例えば上の PNG 画像はサイズが 192,X128 で187バイトだが、これを同じサイズの PPM 画像に変換すると約 72K バイトになる。PPM 形式は適当なライブラリーの支援を受けずに画像の操作を行うときや圧縮身長のコストをかけずに画像の操作を行いたいときに使い、最終的には PNGE などの可逆圧縮をサポートする、より効率の良い形式にするのがいいだろう。PGM 形式と PPM 形式の元々のバイナリ形式では、ビット深度は8ビットまでしかサポートしていなかった。テキスト形式でこれを拡張するのは容易だが、それにより、画像の操作に時間がかかるようになり、またファイルサイズも大きくなる。そこで多くの拡張法が試みられた。 しかし、ビット振動8ビットよりも大きくするとエンディアンの問題が生じ、様々な実装でバイトオーダーが一致しないという事態が生じた。なお、実装のデファクトスタンダードであるネトブムではビッグエンディアンである。The PNM フォーマット略語、PNM における N はエニーの文字 N ではなく発音から取られている。XML における X と同様である。PBM。 pgm, pnm, and ppm, サマリーハット、ネトブムヒストリーハットブ e t of m h i s t jpeg は不可逆圧縮を伴うため画質の劣化の問題が発生する gif は256色までをサポートしフルカラーをサポートしない。ムトティフユーザーマニュアルソース法事の解説ページ2009年8月4日閲覧ありがとうございます。